こんばんは皆さんこんにちは。さて今日この時間は抗癌治療の心臓心臓に関してお話したいと思います。抗癌治療で癌が完治 されるることができるできしょうかもちろんそうなることも可能です。抗がん治療をして、皆さんの体の中にあるがん細胞を1つ残らず殺すことができます。かるもちろん現在出ている抗がん治療ではそれを完治をができないがんもあります。 種類がいろいろとありますから、膵臓がん、道癌、がん、肉臭とかは、現在出ている抗がん治療では、感知することはできません。ところが、例えば、肝臓がん、い、ま、ろ、あ、んな種類のがんは、感知できます。 わかかりますかさて最も理想的な状態を話してみましょうがんを早期発見したとしましょう皆さんがんを最も早く発見したならばがんの診断を受けた時1期2期3期4期と言います。その期が 高くなるほど、末期になることです。ところが、一番運がいい気は何気ですか一気のようですが、霊気、1にならない。霊気という状態とは、まだも一気までも及んでいません。一気まで行くと、少しちょっと広がったのを言います。 リンパ腺に広がったとかところが霊気がんというのは全く広がらないでその場所にあってがんのその塊とても小さいですがもうその周囲に健康な膜がこう張っていてそれを切ってみるとがん細胞がその膜の中にだけあって決して その外部に広がった痕跡がない状態を霊筋ガンと言います。一気になってない霊ロですねで。黒いのがガンの塊としましょう。そうすればこういう膜が囲んでいます。 これを切ってみますと、両細胞が膜を破って出るときは、こういうふうに出ます。ところ,ですところが、こういう痕跡が1つもありません。とてもおとなしい霊気がんです。がんはああいう状態で発見されますと、その患者は本当に運がいいと言えます。 あれはどうすればいいんですか切れば終わりです。それで完治です。それで終わりますか終わりですかがんを取り除いただけであってあの霊気がんを起こした私の遺伝子を 消えさせ私の塩基配列を変質させてがん細胞を作った作り出したその偽りの和私まさえももう切り捨てたらどれほどいいでしょうかところがそれを切り捨てることはできずがんの塊だけを切り出しましたしかしこういう状態では現代医学では感知ということができます現代 医学的にはさてまた1期でも完治が可能です2期でも完治が可能ですしかし3期4期に行きますと完治はほとんど不可能です一旦毒に広がったという時勘違というのは現代医学的にほとんど不可能な状態です ところが現代医学的に1期、2期で感知したとしても私の体に、その患者の体にがんが起こるようになった原因はその切り出したことはないのです。今私たちがニュースタートをしているのはその原因を予約しようとするのです。 その原因を本当に、がんにかかるようになった原因を本当に見つけ出して、それから、命的な私、死的な私、がんは、遺伝子は文字であり、文字は意味を表すので、思いのに反応し、そういうのは誰も知りません。それを知らないで、もうがんだけを。 取り除きました放射線で燃やしました。完治が起こり得ます。多くの,人た多くの方たちが勘違を体験します。ああ完治されました。そしたら患者さんは、先生にありがとうございます。お医者さんにも感謝すべきです。成功的に完治されたので。そうなりますと、家に行くと友達が。 電話しますもうあなたは本当に運がいいね感知されたとはあなたは本当に運がいいもうあのおごりなさいとかそしたら行ってまた三枚肉食べたりまた一杯したりしますするとがんにかかったかかるようになった生活はそのまま維持するのです がん、はい、を切り捨てたので完治されたのでもう終わりだとこのように愚かにも考えるのですそ,のそういう人たち多いです完治の判決を受けて後で1年ぐらい過ぎてみると腰が痛いです病院行ってエクスレイを写したらもう乳がんは完治されましたがその乳がん細胞がどこにいっていますか 脊椎に来ています先ほど私に来て話しました乳がん完治の判決を受けたそして2年後片目がよく見えません見るとがんが脳の中にありますそれも手術して目が見えるようになりますまた完治です完治ですか い,いえ、原因を除かない限り、それは本当の感知は起こりません。だから、現代医学的な感知は、感知にされたらいいでしょう。しかし、再発を防ぐ装置はないということです。再発を防ぐ方法は、ニュースタートしかないのです。ニュースタートは、 再発はもちろん防ぎますしかし、砂糖をなさると、再発はもちろん防ぐだけではなく、現代医学で失敗した、治療が失敗したがんも治ることが可能です。治れるという理由は皆さんが。 私が科学的に詳しく説明しました。これからも機会があるたびにだんだんと説明するでしょう。だから、生活が変わらない限り、私ががんも高血圧も動脈硬化も肥満もこういう昔成人病と言われていたそういう病気を今は生活習慣病と呼びます。生活習慣の中に 原因がありますがその原因を生活習慣を変えないでどのようにして感知が可能なのかだから現代医学的に生活習慣が治らず純粋に現代医学的に感知されたというのは皆さんにそれほど意味がないということですそれで私にがん細胞を起こした張本人は誰ですか私です 偽りの私です。偽りの私を把握しなければなりません。そしてその偽りの私を、まことのあ私、まことのわしで抑制しながら生きる時、予防もなり、再発も予防され、完全に。 治るることができるのできのすだから皆さん、現代医学、がんセンターで、ソウル大学病院で、サンセンン病院で、感知が起こり得ます。しかし、ニューサトなしに、感知はそれほど大きい意味はないという事実を皆さん、一旦覚えてください。それに、病院で感知されたら、もう、 がんにかからない。それはいいことでしょうか手術して放射線治療して完全に治った。そしてまたお酒飲んでも,もう何でも飲んだりも,も,うも,うもう悪い性質も性格も捨てないでそれでもまたがんにかかりません。皆さんそれが合理的ですか合理的ではありません。合理的でもありません。だから皆さんが 皆さんの病気の癒しを治療を合理的に考えなければなりませんさあ。それでは抗がん治療はどのようになっていっているのかをもう一度詳しく見てみたいと思います。がん診断を受けてみると、 3センチぐらいのがんが発見された。3センチ皆さん、常識的にあの3センチのがんの塊が発見されたというのは、がんの塊というのは、がん細胞の塊です。あの中には数十億のがん細胞が入っています。 ところが常識的に考えるときその一塊の中にあるすべてのそれぞれのがん細胞は全部なんですか同じであると私医師はしていました。そのように思っていました。さて例えば3センチの中に30億のがん細胞があるとしましょう。そのの30億の子は 一つ一つ全部が性質が同じ細胞だと思っていました私医者たちが長い間ところががん治療をしてみますと細胞が全部同じものではないようですなぜでしょうかあるものは死にあるものは あるものはすぐ死にます。あるものはちょっと耐えて死んで、あるものはあんまりよく死にません。それで30億の細胞の中でも細胞が全部違います。だからもうちょっと問題のないのはすぐ死に、ちょっと中ほどの ものは少し耐えて死に、そして、もう悪質な癌細胞があります。それはあんまり死にません。もう、本当によく耐えます。放射線でも抗がん治療。だから、治療を一生懸命しても。もう治療をたくさんしました。三センチのが、何センチのになりましたか。 1, 1センチのになりました1センチのになりましたが、これ以上治療できません。どうしてでしょうか白血球数値があまりにも落ちるのです。私の体には白血球がなければなりません。白血球は最小限度2000から3000ぐらいは維持されなければなりません。そして皆さんがこの空気の中に菌が多いです。で もう息をしても,もう肺炎とかを起こしたりしますが白血球が病気が入ると殺すことができるのでしかし白血球があまりにも落ちてしまうとああもう息を吸うだけでも肺炎にかかったり癌では死にませんが肺炎で死んだりすることが起きるのでそれは癌よりも現実的にもっと恐ろしいです。 白血球が落ちて、肺炎にかかったときは恐ろしいことです。だから仕方なく、白血球数値が落ちたら、一旦ある線で中断するしかありません。それで、この1センチが仕方なく治療をしていて、1時、2時、3時治療して、 1, 1センチになりましたが、ここの白血球数値があまりにも落ちるので、ここで治療を中断します。とこそうしますと、1センチを構成している、1センチのがんの塊を構成しているがん細胞たちはどういうやつですかもう悪質です。他の全部死にました、このもう細胞たちは死にません。 これが問題ですそうしますと、この悪質なのは治療がここで終わりました、中断されました。そうしますと、一旦その治療が中断された状態では誰の世になりますかその悪質な細胞の世になります。T リンパ球は全部抗がん治療によってもうノックダウンしています。 このみんなこうして耐えていましたがもう爆弾が落ちるのがもう止まりました気を取り戻してみると T リンパ球は全部もうあのバテましたそうしたらもう悪質ながん細胞のようになります白血球が回復されるまで待たなければなりません最近は まあ待たないで白血球数値を上げるその注射もありますが、そういうふうにもう,も,うもうわざとそういうふうにするとまた問題が深刻になりますが、その待っている間にこの悪質なものはまたもう,もう,もう伸びて広がって2センチになります。でもう もう治療をたくさんして実数少なくなるのは1センチしか足りませんこれが抗が,抗がん治療の現実ですわかりますか患者たちはどう思いますかもう純真で、ね、単純な患者たちはわあもうまた治療したら最初2センチ少なくなったので1センチだから次の治療で完全になくなるだろう そう思います。患者たちは。い,いえ、2センチ、1センチは同じ治療では死にません。もう悪質だから。だから、ここで2センチになったときは、この2センチたちはみんなどういうやつですか悪質な細胞、がん細胞です。こ,これは 悪質もちょっとその単純な優しいのも細胞ありましたそれ優しいのは全部死んで悪質なものだけ残っていますここでやがて白血球数値が正常化されたとしましょうそこでまた治療を始めますまた治療をここで治療をまた 始めます今回はもっと強い薬を使わなければなりません医者たちをあの,あ,のあの存在が悪質であるということを知っているのでその悪質なのはもっと量もまたもっときつい薬を使いますそしたら副作用がもうドバッときます もっと強い薬が入るので細胞も正常細胞もたくさん死にます。それで髪の毛もその細胞が死んだらもう髪の毛が抜けます。もう根細胞が死んだらそれで腸細胞もたくさん死んで下痢をしたりもうご飯も食べず食べたらもう吐いたりそういう現象が起こります。それから最近の 薬はあまりにも強いので、神経も壊します。それで、手もそのピ,リピリピリしたり、うい,ういろんな現象がある場合は、記憶力も失ったり。それで、本当に強い薬で治療します。そうしますと、この2センチの中にも比較的少し それほど悪質でないものもあり、またとても悪質なものがあります。みんな差があります。同じ両親のもとに生まれた子どももみんなみんな違います。そのようにがん細胞も一つ一つが全部違うという驚くべき事実が明らかにされました。これが同じであるならば簡単ですが同じではないのです。 それでもうこの存在は悪質なので強い治療をしてもあまり死ななく治療してみると1 5センチになりましたこの時白血球数値がまた落ちましたそうすると治療を一旦中止するしかありません治療を中断します そして待ちますそれからまた白血球数値が回復された時はこの癌細胞は今回は2 5センチになっているのです。見てください。最初はもう 優しい3センチですが治療を2回受けてると2 0 0 5ンチ残っているのはもう悪質の中でも本当に悪質のもう有志で固まっている存在ですがん治療は,は繰り返すほど生き残るがん細胞は結局はもう本当に強いがん細胞なのですだから 次、がん細胞、そのがんの治療をするのがもっと大変な結果をもきたらすのです。これは、イサング、リサング博士だけ知っている知識ではなく、誰が知っていますかお医者さんたちみんな知っています。みんな知っている話です。さて、それでここで、 再び治療します本当に悪質ながん細胞です。そしてもう少なくなっても2センチ。それから白血球回復するまで待つと何センチになりますか ?4 センチになります。 治療してがんの状態はどんどん悪くなるのです。こういうことが本当にたくさんあるのです。で、こうなったとき最初3センチから始まって4センチになったこのとき皆さんがお医者さんに出会ったらお医者さんは何と言いますか治療しても効果がないようです。そう言います。はっきりと正直に。 かかりますか <music> ここで治療を中断することも可能です。かかりますか <music> しかし、こうしても治療をし中断しないことがまたたくさんあるのです。<music> そしたらここでまた 殺すためにまた強い、より強い治療をし,たしますと最後にやってみましょう。といったら、これが3.5に少なくなって小さくなって白血そのが回復するまでいくとまた5センチになります。こうしてがんがん治療すればするほどだん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 大きくなって広がる。 変な現象が起こったら、その時病院では諦めます。お手上げです。これが抗がん治療の現実です。完治されること可能ですかはい。しかしそれはとても霊気一期、2期の状態の話であって。 これがあまりにも遅れて、もう本当に感知することができます。それは何であるかと言いますと、骨髄移植です。だから、体にあるすべてのがん細胞は、すべてを治療,する治療することができます。その治療は 何までも全部殺しますか白血球さえも完全に殺す治療をすることができます。そうしたらがん細胞も全部死にます。そうしたら白血球が全部死んだので白血球をまた作るために骨髄を移植すると骨髄から白血球が生産されます。 それで感知される場合もあります。しかしその治療は何を覚悟した上ですか本当に死を覚悟したのことです。そうしますと骨髄移植治療に成功しましたがん細胞全全く死にました骨髄移植してよく生活してわあもうこれでいいとところがニュースだとしません。 再再発発しししままますすかかせん皆さん、病気の原因を除かないといつも再発します。ある場合は同じ病,院病気が再発しないで他の病気がそのにかかる割合はとても高いです。皆さん技術的には 病気に打ち勝つことはできません。現代医学的には病気を征服することもできず、健康を回復することもできません。それは医学の技術ではなりません。それは私の思いと生活習慣が変わらなければなりません。私の思いと生活習慣が変わるためには、偽りの私をまことの私に変えなければなりません。 このようにならなければならない。だから私たちの生活自体がニュースサートの生活に変わらなければなりません。だからこのニュースタートというものはイ・サング博士が考案した治療法ではありません。これは誰もが病気になる前から、事実上みんなこのように生きなければならない生活方式であって、これが 病気の治療法ではないのです。皆さんがこれを病気の治療法だと思ったらまたニュースターとして治ったらまた3枚肉を食べたりまたぱいしたりそうするとまた同じです。そうすると現代医学では治ってもニュースターなってももう同じようなものです。私ががんが癒されてからも ニュースターとは、がんが治ったからといって、私の病気が治ったからといって、中断することはできないということ、事実であるということを覚えてください。治ったら中断して、昔、がんに、再び、がんにかからないという治療法はこの世に存在していません。もしそれが存在するならば、神様が何か誤って間違っているのです。そういうの存在しません。 そういうのを望まないでください。昔から人はそういうのを望みました。万病が治る、そういうのは存在しません。万病が治るということは、もうニュースだとです。ニュースだと、どういう病気にかかろうと、その生きた命のきとインフラでも終わりです。だから皆さん。 この抗がん治療というのは結局は皆さんに究極的な解決方法を提供しません。それが延期をする、延期も同じです。延期されていくとも、少し運よくて、霊気に発見されても、少し切り出して完全に感知された。それでもうまた楽しく。 三枚肉にまたおいしくだって、ストレスを受けて、そうすると3年後に見るとまた他のところにがんができているのです。今、こういう現実が起こっているのです。ところが、これを早くこういう事実を啓蒙しなければなりませんが、人たちがこういうことを考えません。これは少しだけ深く考えたら、 悟るることのできるものでできもリサンゴ博士が皆さんに話す必要が実はありません。皆さん、もう少しも考えないので、これほど一生懸命語っているのです。少し深くゆっくり考えてみますと、私が言っている結論が出るはずです。だから皆さん、皆さんが今晩から私と ともに食事をしながら質問したりしますが、一番たくさん聞きたいのは何でしょうか先生、抗がん治療を受けましょうかやめましょうかところがですね、私がこのように講義をしてもまた聞きます。どうしてでしょうかこれは 確実に話したにもかかわらず聞かれる皆さんの中では分かったこれはこうならない人たちがいますそれでもそれはどうしたいかと言いますと恐れが恐れが支配しているからです すなわち心理,理よりは恐れがもっと大きくなりますと人がとても非合理的になります。だから先生の話全部わかります。全部正しいとそれに認めます。しかし、治療を今ここで出たら 3日のうちに予約されていますが受けましょうか実はそのように聞くとですね本当にその聞くということは非合理的ですこういう講義を全部聞いておいてそのように質問していきますと私はどう答えるしかないかと言いますとあはは 抗議全部したではないでしょうか抗がん治療は原因を取り除かないので、もう100%感知されたとしても、もう意味がないと言ったのではないでしょうかだから抗がんの治療、そういうのをやめてください。と言ったからといって終わるのでもありません。実はそこで終わらなければなりません。わかりますか ところが現実はそうではありません。皆さん、皆さんの病気は皆さんのものです。皆さん自身でなければ、他の人が治すことができません。それを知らなければなりません。それは皆さんと皆さんの創造主との 個人的な関係においてなされる驚くべき現実である。で癒しであって、リ・サング博士が介入する隙がありません。リ・サングというものは一生懸命皆さんの心の中に、ああ、そうだという確信が持てるように、一生懸命誠意を持って話すことしかできない位置にあります。 これ以上を皆さんが願うことも皆さん不合理的なことです。そうではないでしょうか。だから私はこのように話したいです。さて、特に若い女性の乳がんがあまりにも多いです。本当に私のお母さんの。 お母さんとかの場合はもう乳がんもありませんでした。しかしこれはソトレス性です。空気も,も,うたばも食べ物もどんどん悪くなって私の母親の時代はもう乳がんです。毎日歩いて運動してそ,れその時甲羅がありましたか何がありましたか空気汚染もされずに決してありません。 ところが最近は20代、22年2歳でも乳がんにかかります。これは驚くべき現実です。アメリカでもそうではありません。韓国は全てがとても極端に言っています。韓国人はその生きていく態度もとても極端的です。わかりますか私たちはこのような。 中国の人たちみたいに、アメリカの人たちみたいに、ブラジルのとヨーロッパの人たち見ると、私が見ると、あまりにももうその行動が遅いです。私たちのよりに、も驚いたように、も早く早くパッ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 と。あの人たちが私を見ると、まるであれで長生きできるだろうか。皆さん、魚も、 この東の海で取ってソウルまで行くまではもう気が短いのは途中で全部死にますゆったりしている人はその魚はここはどこなのかなソウルにいても生き延びています気が短いのは途中で全部死にますで私たちは もう極端的な傾向がある民族です。見てください。共産主義を最極端とする国はどこでしょうかそしてまた。 キャンドルデモンストレーションもデモももう極端的にしていますが何か極端的にするのが好きな国民ですそしてまた台風が来てうちが壊れたと言ったらわーっと極端的に出ます飛行機が多かったグアムにそうすると家族が来てもう極端的にもう椅子を投げたりもう極端な行動をしますもう気絶したり 皆さんアメリカの人たちは CNN そのニュースを見るとですねあの人たちはちょっと気がおかしいんじゃないかな私たちには正常ですそれほど私たちは病気にかかりやすいそういう,もう気の短い民族です皆さん少しゆったりとした性格を持ってください かかりますか全社会がそうなのでところが少しゆったりとした気持ちを持たなければなりません。さて、だから本当に何の話からここまで来たでしょうか乳癌、乳癌の話。 でも若い人たちが乳がんのがんの塊があるということは本当に気分が悪いことじゃないでしょうかもう乳房というのは女性美の,この象徴ですが私が女性であるという一つの象徴ですがここにがんの塊が入っているというのはこれは気分も悪ければこれはもう触ったら触れます。 他のところは見えにも見えずもう触ることもできないのにこれは触ったら触れるのですだから触れるほど恐ろしいのです恐れが出るのですそうしますとこれを手術して治療して入札をするかしないかそういう質問を私たくさん受けますところがそれが手術をして したりしないの問題よりは精神的な問題に焦点を合わせなければなりませんどういう話かと言いますと例えばリーサンゴ博士に聞いてみたら手術しなくてもニューサートで治ることはできると言いますだから手術しないようにとは言わないことです手術しなくても 治る可能性があるということで、だからといって、手術をするなという話ではないです。それでは、それでもそういう質問をするとき、手術をしましょうか、やめましょうかという質問をしてくるとき、もちろん私がこのように話すことはできるでしょう。手術をしたら、がんがよく広がったり、がんにメスを入れたら、もっと広がるという話がありましたね。 私も医者としてその言葉に関してそのあんまり信じれませんでした手術したからと言っててがんがもっと広がったりそれがありうるだろうかと思っていましたが今は私はそれを信じています分かりますかなぜかと言いますと最近新しい発表がされましたどういう発表かと言いますと特に肝臓がんの患者にとってこの ある治療法がありますがその閉鎖するのさです。さあ、チョンというのは線ですね。する何を左遷するか、塞ぐかというと、がんの塊を栄養素、酸素を供給するそこの血管を切るということです。 血管をもう切ってしまうことです。詰まらせる。そうすると、がんの塊にいっている血管を塞いでいるがん細胞が伸びることができなくて、飢え死にするということです。これはとても優秀な治療法でした。日本と韓国に肝臓がんが多いですが。 日本で考案された手術ですその血管の中にチューブを入れてがんの塊に向かってもうがん細胞を殺してその血管を切ってしまうのです完全にもう使えないようにするのですそうするとがんの塊がなくなるのですいやー どどれほどいいことでしょうかそれで全身に向かって放射線をするのでもないしもう注射もでもなくもう注射をするのと薬はもう全身に行きますしかしこのがんだけを殺してこれはどれほどいいでしょうかもう少し伸びたりをしますがこれは局所的。 限定それでもう,うわこれは肝臓がうもう征服したそれでその治療をものすごく好んでしました日本と韓国でもとてもたくさんの医者たちがその治療をして患者たちがその治療を受けましたがおかしな現象が起こり始めました なぜならばその左線術も血管を切ったその患者たちの大半が最初治療した時肩周りがもう3センチの方がもうなくな,れなくなりましたもうこれでいいと感知されたそれでいましたが6か月後検査してみると3か月 後に検査してみるとまた綺麗で6ヶ月後に見ると小さい点がまた23個ができましたこれそれもその手術を通して血管を切ってまたなくなりましたそうしたらまた6ヶ月してまた点がまたたくさんできましたあこのその手術をするほどどん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 がんが広がるのです どうしてでしょうかだろうか驚くべき発見です。それで、後で分かってみると、研究してみますと、血管を塞ぐと酸素供給がうまくいきませんね。そうしますと、その部位のに隠れていた癌細胞がどれほど少し息を吸ってもしようともしても酸素が来ないので、 そこはもう生きるのに生きるのは大変だもう移民に行こうそれでもっとがんをもっと広がせるその傾向が強いということが分かりましたそれでその後からあはこの手術をしたら皆さんがんの手術を何の手術でもそうです何の手術でも手術をして一番たくさん切るのが何ですか血管です 手術する時間に80%は血管をもう切る、出血しないように、それで80%はその時間を取ります。本当に大事な部分は20%の部分だけ消費したらいいのです。だから、皆さん、 がんを完全に取り除いたらその周辺の血管を全部切ります。そうすると、切ったからといって、がん細胞がもう細胞全部取り出すことはできないので、その部位にあったのが血管が切れたので、その酸素供給がならないので、他のところに移民に行くのです。この話をして、手術を ででききないようにすることもできますまた最近の研究論文によりますと放射線治療をしてもその放射線自体ががん細胞を殺すこともしますが正常細胞を,細胞をが,んがん細胞にも作るわかりますかまたある場合はもう,もう優しいがんの細胞を 放射線をすると悪性になってもっと転移しやすくなる報告も出されていますとにかく現代の医学的がん治療は完璧であるはずがないのですただ完璧ながん治療は抗がん治療は皆さんの T リンパ球の中にある創造臭が作っておいたその抗がん剤を生産する遺伝子がも再び スイッチオンされるしかないのですその道だけが完全な完璧ながん治療方法ですその道のみが完璧な方法です皆さんそしたらもう手術しようとしたらリサング博士がもう,もう切ったらもう,もう恐ろしいことを言う ところがこのがんの塊が私の乳房の中にあると思ったらもう女性はそういう場合が多いです男性もそうなのに男性はいいそれでいいこっちかあっちかそれだら私はこっちをするそれで切ってすることができる力が 男性には強いです。しかし女性は普通でもいつも行ったり来たりこう考えがするので何でもないことでも行ったり来たりするのに今日、今とに行こうか、もうその,そのどっか、まとに スーパーに行こうか行かないかといそれでも葛藤するのに手術するかしないかと葛藤しないわけにはいきませんところがその葛藤をすればするほど皆さんのノウハウはどうなりますかベータ波長になりますストレスですそれそうなるほど T リンパ球はもっと消えますそして精神的な面がもっと重要なのです私はこのように話します 正直になってください。本当にリサング博士ががん手術しなくてもいいと言ってもいいと言って手術するなということではない。もうよく考えなさいですよ。私が手術しない状態でがんの患者にはよく眠ることが大事です。それで 平安に眠ることができれば手術しなくても,もう平安に眠ることができれば手術しなくてもいいでしょうしかしリサング博士が脅かしたので手術することはできずにもうやらないでおこうと思ったら心配でうわどうしようでももう もう眠れないぐらいだったらもう手術しなさい手術して乳酸糖をしなさいという私は言いますわかりますかここにチェガンボクさんこれい臓がんです膵臓がんは現代医学では終わりました終わりました現代医学的にどん治療してももう 方法はありませんところがで顔を見てください。ちょっと前に出てくださいますかこの人、表情、平安がありますか平安があります。奥さん、前に出てくださいますか私が最初来られたとき、登録もしないとき、夕食、私と一緒にしました。 恋をしている人たちのようです恋愛しているという夫がもう死ぬ病気になったのにこの顔を見てください、表情普通だったらもう,もうベータ派です。 見ると見ますと、この人は遊びに来たのかなわかりますか波長を私が感じることができるのです。平安があります。皆さん、2ヶ月前に、2ヶ月前に、誰も知らなかった時は、 2か月前にがん診断を受ける2か月前から奥さんがちょっと少しちょっともしかしたらさて私が生活習慣を直さなければならない食事から健康食に変えなければならないそれで再食に変えよう それ最初に変えたそうです。で、奥さんは、それでは私たちも年を取ったから今直そう。変えよう。で、チョンさんは、もう奥さんが変えるので,もうで、でも外ではもう肉を食べたりなんか、もうどうしようもなく引っ張られていくような、そういうふうに言っていましたが、おかしくも。 消化がうまくいかずにそれで病院に行ってみると水い臓がんだって分かりますかその時その奥さんの話が「ああこれは祝福だ私の生活 私たちが今まで生きてきた生活習慣はこれは正しくない。だからがんにかかったのも理解できる。ところが神様が2ヶ月前にすでにニュースートを始めるようにそのように語ったようだ,だったら私も今回奥さんが全ての していったのも整理して私の夫と2人でこれを打ち勝とうそれで本当に点が打ちかかるような思いでも尊敬する神父に出会ってお祈りして2人でお祈りしてで神のノウハウが来て アルファ波長に変わってがんの言ても恐れて眠れないよく寝るそうですもう,もう感知されることを願っています死ぬ病気にかかっているのです今 ところがあのように木の戦いにも勝っています。そうしたら勝つのです。見てください。わかりますか見てください。私はこの働きを長い間してきたので、皆さん見ると態度を見たら、あッ OK、あの人はもう治,治りかけている。それを 分かります恐怖心に恐ろしいを打ち勝つことができなかったら大変です。しかし恐ろしさを打ち勝とっと思ったら死ぬ病気にかかったのにどうして恐ろしくないでしょうか私も夢の中でがんにかかってみたことがあります。私の友達のお医者さんの 病院に行きましたそれで雑談をしていてあなたは少し X-ray いつ撮ってみたのかもうその30年ぐらい過ぎているかもしれない来ていて少し撮ってみなさいそれで撮ってみようか撮ってみると X-ray もう30分1時間でも出るのでパッと友達がこうかけるとこれ何かこれ何か。こ

そう,そうだ、私がこれからもっとニュースアートをもっと一生懸命しなければならない、はあはあ、これはなんということは私の家内に話したらまたもう気絶するのじゃないと私の,そのもう気の短い私の家内が、はあはあ、そう言っていますか電話が来るのです、電話が。 それで目を覚ましたらそれが夢でしたい,いくらリサングでも恐ろしかったです私皆さんの心を理解していますところがこの恐ろしさを打ち勝つためには何を受けなければなりませんか先ほどあのリスがそのガラガラヘビを 恐,ろしい恐れないためには CRA を受けたら遺伝子が消えてでお祈りして賛美をしてもう心配ことごと投げつけとか歌ってそしたら神様が消してくださいますそそしると怖くありませんそしてよく眠れるようなメ,ルメラトニンという物質それが 生産されますとよく眠れます恐ろしくありませんそれで創造主の助けがあってこそ人間的な恐れ人間的な憎しみから自由になることができますだから聖書を見ますと あなたは真理を知るべきです。真理があなた方を自由にする。恐れから自由を与え。不眠症から自由を与え。不幸から自由を与え。ストレスから憂鬱から自由を。がんからの自由を皆さんが持つようにしてくださると言われるのです。だから皆さん、まずこれが気の戦い。 から勝たなければなりません。偽りの私の木命の木の反対、邪気ですね。邪悪な木が殺されなければなりません。で神様がそうしてくださいますで。だから霊的なパワー、力を求めてください。 必ずその与えてくださる方がおられます。生きた生きを。だから神様はどうしてくれ,れないのかと言わないでください。人間には選択の自由があります。だからこの悪い気は私を殺そうとする気は私は選択するかしないかもかかわらずに私に押し寄せてきます。そして無条件に私を恐れに取りつかれ させますしかし神様の命の息は神様は私たちに選択の自由を与えるがゆえに私が確実な選択を行動で見せなければ神様はそれを強制的に吐いて神様の心はこれを招待しなくても吐いて皆さんの恐れをなくしたいと思っています。しかしか 神様は選択の自由を尊重される方なので、そうできません。そうすることができますが、そうなさいません。それで皆さんのレベル、立場でどうしなければなりませんか求めなさい。求めなければなりません。神様は助けが必要です。このような時、驚くべきことに恐れが。 なくなります今チェさんが夫婦が体験している現象が起こるのですわかりますか拍手お願いします <laughs> こういうのを二人の方が考えてみてもああこれ先生本当に不思議です少しも恐れはありませんよく眠っています ニュー,スタート来る前からニュースアートに成功しています。 だから皆さんすべての人たちが恐れもうどうしようもないイライラする状態の中でも私と創造主とがつながり私のうちに命的な私が目覚めたらもう怖くありませんもうリスもヘビが恐ろしくありません。それはリスの力で 恐ろしくないのではないのでありますもうメスのクマがオスのクマが恐ろしくはありません。それがメスのクマ自らそうするのではなく神様がそのように与えたので恐ろしくないので皆さんもそのようになることができます。分かりますかだからやってみてください。 本当にやってみてくださいで。こうするために拍手も強力に打ち歓声も上げてそういうふうにしなさいと言っているのです。それが一つの神様に向かっての祈りです。神様、私はこれほど拍手をしたいです。それをしな,いもうししなさいと言ってもしないでもうこう、それで選択が見えないのです。選択が 確実な選択が行動で現われなければなりません。だから、あーはーはーと笑ったり、先生、それは偽善じゃないでしょうか皆さん、私が、私は皆さんの前に、自由に私の講義い、面白い理由があります。私自身が講義をしながら、皆さんの前で、 もう恥ずかしさがないから自由です。だから皆さんが聞くに楽です。私がこう,こうネクタイをして、もうこう、今日は抗がん治療の真相に関してお話しします。同じ言葉を話しても皆さんに感動がありません。 癌の塊が3センチだったらこれ 30, 万30億の細胞があったとしてもそれぞれ違いますあ違うか同じ講義でもここに自由にするか誰かおとなしくない、紳士的なないしてもしなくても私は関わりなく どのように皆さんに協力に感じさせることができるだろうかそれが関心事ですさあ私がどうしてこういう人になったかと言いますかといいますと私が幼い頃ある方に話しましたが満州で生まれて 素早く来ました、そういう過程において私がどれほどステッスを受けたか分かりません。記者を日本人と一緒に来ていますが、ソ連のもう空軍が日本人を殺そうとして、もう記者の半分ぐらいがもう怪我したり死んだりしました。その当時、私の年、3歳しかなりませんでした。どどれほど 驚いたことでしょうかそれからもう不眠症です。遺伝子がもう消えてしますメラトニが出まないのです。笑うことができません。みんなは笑っているのに私はこう消えてしまいました、スイッチが。拍手しない人はそれもう消えているのです自分を知らなければなりません。だから自分を変えるために努力しなければなりません。 皆さん考えてみてください。だから私が6歳、7歳、その時から不眠症がありました。だから私は親戚のところにいて、祭りをするて親戚の家で寝なければなりません。夜、夜中、12時にするので、それで寝ようとしたら眠れないでもう、もう199とも,もう数えたり。 そうしました。それでもう本当に痩せました。急もなく。いつも病気です。一度病気にかかったら1か月、2か月ぐらいもう欠席しました。それで私は学校を病気して2か月ぐらい後にもう学校行くともう本当にもう転学した。 いうような気持ちも新しい学校に来たようなそれで小学校をやっと終えてそれで先生が出席部をやっても出席部はいと勇敢に答えこのはいと言うことはできませんでした誰,誰誰誰誰だはい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 出席取るときリサングと言ったら、はいはい、それでその当時 オオニョンという友達が,友達がいました。オオニョンという友達がその時、その当時、プサン市の教育館の息子です。その子を覚えているのはオオニョンと言ったら私の胸がドキドキするので、オオの次がいいだからです。オが ーまで来るまではいいです。しかし、おにょョんと言ったらまたドキドキするのです。それで、皆さん、私が中学2年の時まで、もう語る、話すこともできず、もう質問はもうできず、その当時は試験しこう、もう当社、 このよく見えないのを見たらもう0点です。もうこの試験用紙う変えてくださいということも言えませんでした。中学2年のとき、ちょっと私は変わらなければならない、変わらなければならない、それが私の思いではなく、誰が与える思いですか神様が産後変えなければならない、私は神知りませんでした。 なんか変えなければならない変えなければならないそれで私はある瞬間変えようと決心しましたそれで何から変えましたか最初もう私の表情を見ると笑う表情は全くありません無表情ですそれで子供たちがもう友達がもう声をかけません 先生が来て冗談を言っても笑えません。一番先に笑いたかったです。それでうちにいてドアを閉めてですね鏡の前でして笑う練習をしました。スマイル始め、微笑み。これ、皆さん。 それがリ・サングがこの世になった始発点でしたその瞬間がなければ今の私はありませんその瞬間がなければ今リ・サングはもうすでに血の中のに入っているはずですだから笑おうと思ってしていると誰もなしに 誰もいないのにも恥ずかしくてできませんしかし一人でしているのにどうして恥ずかしいのかどうして恥ずかしいですか皆さんのリーサングの本当のリーサングは笑いなさい変わりなさい偽りのいいサンゴはならないのです妨害しているのですだから誠の井出さんごこうするので偽りのいいサンがへえ 何しているのここに負けたら皆さん、うん、いけませんもう,もう力強く偽りの私ええー、っていうのを踏みにじらなければなりませんおかしい誰も見,見えないのにそれがその嘲笑っているのそれが私ですこのやつのために私がこのようだ それで私は踏みにじりました。また押してままた、また踏みにじってまた、また踏みにじって3日ぐらい踏みにじるとそう静かになりました。1週間でもう成功しました。そうしますと、皆さん、もう。 面白くないのに笑うことそれ偽善ですか違いますね拍手しなさいしたくないのにしなさいこれ偽善しなさいっていうのではありません皆さん分かりますかこの時どうしなければならないでしょうか皆さんを生かす方向に行く時はこれ 偽善というものはありませんどれほど自然なことでも死の方向に行くのがそれ自体が偽善です。もう拍手したくないのに何を言っているか分かりますね。死ねたいのが本当に私ですか偽りの私ではないでしょうか遺伝子、もうスイッチオンしたくないの、その私的な偽りの私ではないでしょうか偽りの私がするのがそれが 真りですかそれが偽善ではないでしょうかだから皆さん本物の偽善から逃れてまことの私がしなくしたくなくてもすることのできるそういう人だとなって勝利する人になってください。